学生の体育大会みたいな声優ですね。すごいよな。PL 学園ですよね。デパ地下は最高っすね。カズレーザーと松陰寺のチルルーム。じゃあちょっとこんなことでしょうね。はい、デパートの話も見ましたけども、おなんだ、喋れますかこれ。デパ地下、デパ地下ね。デパ地下ね。デパ地下いきますか。たまに。でも高いから昔は行けなかったけど、なんかある程度お金もらえるようになった時に、家族で行った時はめちゃめちゃ楽しかった。デパ地下は最高ですよね。最高。なんかお惣菜とかいっぱいショーケースにあるやん。あります。履けんのかなって心配になっちゃう。これ結構余ってます。余ってるかな。これは見切り品というか、あの俺終わるギリギリに行くんですけど。ああ、なるほど。あ、デパ地下も安くなるの、あれスーパーみたいな。ちょっとだけ安くなる。ああ、そうなの。基本やっぱめちゃくちゃ高いじゃないですか。高い高い。8時くらいで閉まるんですけど、うんうん、新宿の某百貨店が、うん、そこを結構行きますね。ああ、そう。終わり際に行ってある。ちょっとずついっぱい買って作業が一人帰って、うん、ちょっとずつ作業を先に飲みます。めっちゃいいっすよ。なんか弁当とかじゃねえんだよな、うん、惣菜をちょっとずつ買うんだよな。もう正直もう居酒屋とか行くよりも金かかっちゃうんですけど、うん、めっちゃうまいし、うまいんだよ。あとワインもベロベロになりますよ。いいもん使ってるしな、いろいろね。超うまい。デパ地下は最高っすね。でも俺一個デパ地下トリックあると思って、あ、デパ地下の寿司めっちゃ美味しそうに見える。ああ、見える見えます。トロントゥルトゥルで、うん、家帰ってうつぐらい部屋で食うよ、うん、そこまでいい色しないんだよ。ぐらい部屋でちょっとすごい。あ、生ものはそっか、うん、光沢も出るよ。やっぱ酢豚とかもピッカピカやもん。ピカピカ。味噌ぶっかけたんだって。やっぱりじゃない。例えの表現よ。いや、本当だわ。味噌ぶっかけたんですか。いや、分からんでもないけど。ちょっとやりましたかって。でも実際家帰ってみると、うん、やっぱ照明が違うから、そこまでおしゃれ見えないんだよね。やっぱトリックある。なるほど。でもうまいです。いや、でもうまい。ズムケってこれ本当に場所っていいですよね。本当ある程度こうやって食えるようになって一番良かった。良かったものランキング俺上位。ああ、でも分かる分かる。めちゃめちゃ入ってくる入ってくる。相当いいっすよね。いい肉も綺麗やもんな。ローストビーフ、ローストビーフめちゃくちゃ綺麗。各所でローストビーフ売ってるじゃんって思います、ね。そうそうそう、本当に思う。あー、デパ地下うまい。なんかロールキャベツの結び目とかやばいもん。やばい。やばい。腹咲いてるみたいな。すごい。くるーっ。そう。どうなってるか。デパ地下では確かに今聞いたことない料理いっぱいある。あるね。はい、うん、何を何したんですかって。うん、あるな。どっちが主語なのみたいな。わかるわかる。食材はどっちのことなんだろう。でもなんかエリアの回り方むずいよな。むずい。むずいっすね。人も多いからさ、ルート決まんないんだよな。決まない。だからいろいろ見たいんだけど、うん、あれ気づいたら同じ人ばっかいるなみたいになってくるんだよね。あとちょっと何個か買って、うん、ちらっと見たら僕もあまだあったんだみたいな。そうそうそう、あっちのルートあんのみたいな。そうそう、ある。行ってみたらうわこっちめっちゃうまそうだよね。デパ地下はうまい。確かにいいね。うまいよな。なんであんなうまいっすかね。分からん。うまい、ほんとにうまい。ほんと高いっすね。ほんと調子高い。毎年大晦日から正月1日2日ぐらいまでは、うん、年末にデパ地下で買い込んだものをずっとこいつ。おお、なるほどね。本当に欲しいもの全部パンパンに買って、うん、冷蔵庫のそれだけで埋めて、正月三が日もそれ食って過ごすんですけど。いいね。やっぱり本当にあそこが年間のやっぱピークですね。そうやな。テンション上がるよな。エビ横に切ったあのやつとか。デパ地下でいっぱい物買って帰ってる時の帰り道一番楽しいよな。楽しい。楽しいな。でもう出した後、うん、こんなにいるかなってぐらいあの保冷剤出てくる。何個保冷するんですか。そうやな。保冷剤入れてくれましたねっていう。あのデパ地下の、ね、お肉、精肉店とか行くとさ、もう肉包み紙ある。肉包み紙あるよあれ。肉包み紙いいよな。で、肉包み紙もさ、牛肉とかやると一枚一枚に薄いフィルム入ってます。あれ剥がしてるとき一番テンション上がる。超うまいですね。デパ地下に来たよな。何なんですか、超同じ牛あれ。何でしょう、違う牛かな。牛とは名ばかりなんか違うところじゃないですか。それくらい鮮やかでうまいよな。デパ地下で絶対欲しいもんなんすか、食いたい。俺はね、酢豚系のちょっと中華。あー、中華かー。中華行ってまうな。中華もいいわ。唐揚げとかもさ、中華風のとこ行くと結構その何種類かあるのよ、はい、ちょっと辛めにしてあるやつとかもあると思う、はい、あれ。でも行くデパートは毎回決まってます。大体新宿の俺も多分同じとこ。ああ、あそこね。あそこ。あそこで、じゃあすぐあそこだ、中華あそこね、うん、ありますね。うん、あの蒸すやつが置いてある。あ、そう。あれうまいっすよね、あそこ。うまいよな。あそこの餃子も超うまいっすよね。なんか俺基本買い物って嫌いなんだけど、ああ、デパ地下で疲れる労力は別にいいと思う。全然もう。な。あそこでガシしてもいい。そんなことある。食え食え、あんたから。
確かにあそこもあれうまい。まずあれですか。まずあれ。あすぐ行って。でなんかお寿司系もさ、あ違うありますね、はい、あれも何店舗があるんじゃない。あります。そう。だからあれもなんか惣菜の方にもお寿司あるし。あそうそう。何個なんだよな。ショーケースもお寿司もある。あそう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 。あもう一個。ピカピカじゃないか何だろう。ピカピカあれ。あれうわなんだあれ。あれなんかかかってるやっぱり。かかってるニスかい。食用のニスかかってる。食用のニスって何なんだよ。いやあのテカリやばいでしょ。あとはインナリングの並べ方も綺麗だな。こんな上手さ。学生の体育大会みたいな整理すごいな。PL わけですかね。あれうまい、染み乱れる整列具合。あと奥もうなぎ持ってるんですよね。で、ショーケースで取るやんか、はい、あれ取った後もなんか一個詰めるやろ、はい、あれも詰め方うまいもんな。シャコ入れから絶対うまい。絶対はあんたよシャコ入れ一回もこすったことないんだけど、いったんビタでくるもんな。うわ、その辺だな。何がそうだ。俺は、カニ、ちっちゃいカニのなんか揚げたやつ、ガーリック、ああシュリンプ系のガーリック、はい、エビか、はい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 、ガーリックシュリンプ、ガーリックか、あれが好きなんですよ。確かに匂いに釣られるな、はい、あそこはな。あれはもうあの、ね、ボックスみたいなバレルみたいなの入ってるパンパンのやつ、ああもうあれ最高、あれめっちゃうまいですよ。なんかあそこで異彩は払ってるわね、はい、ちょっとジャンクじゃないけど、はいはいはい、なんかねバターみたいなベロベロにかかってるんですよ。めっちゃうまいんですよ。あれと通り挟んで反対側にあるイタリアのところにあるラザニア。ああそうイタリアの。ラザニアかラビオリがあるんですけど、どっちもやっぱ好きなんで。なるほど、ね、もうラザニアが一番好きなんやもんな。一番好きなんですよ。ラビオリもあるんだ。イタリアンワンタンじゃないですか。こっちもいいなと思って。なんかさ、新幹線乗る？乗ります。新幹線乗るときちょっと惣菜そのデパ地下までじゃないけど、はい、あるじゃない？あります。サイマーとかもね。あ、そう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 。なんかあそこはでもやっぱシャレもいい。いい時間つぶしだよな。はい、な新幹線前にね。でもやっぱデパ地下とかで買ったものって絶対先欲しくなるから、新幹線の前にやっぱギャイだな。買ってもいいはずなんだけど。そうやな。あ、なるほど。はい。車内で食っちゃってもいいけど。じゃあ車内で食おうや。いや絶対先飲んだよもう。あ、そう、仕事前にってなるかな。あ、俺明日大阪間に合うから絶対それやろ。やった方がいいと思う。で大阪のその阪神デパ地下か本急か分かんないけど行ってさ。あ、それもいいっすね。うん、あ、それだ。だって新大阪どこ使うの？新大阪あんまない。新大阪ないですか？新大阪じゃない。そこからだから梅田まで行って、地下行こうかな。うわ、それ明日着くの？時間帯にもよるよね。やってない可能性ありますもんね。うん、いや大阪だって言っても俺いつも飛ぶんでしょ。いや、もう絶対デパ地下行こうな。デパ地下行こうかな、明日。デパ地下の都会行くとビッグテクなんだよ。ニス？ニス。西のニスかけてんの？西のニスってなんだよ。わかんないけど、オタフクソースニスも使ってるじゃない？オタフクソースニス入りかもしんない。いや、だってあれ、多分食用のいいニス使ってるんですよ。そうそう、食用のニスなんだろう。ピカピカなんですよ、やっぱデパ地下の国。地下はいいよな。うわ、めっちゃ行きたくなってきた。あれ、地下行きたいな。はい、行きたいな。デパ地下の揚げ物コーナーって見てるだけで全然重くなんないよね。なんない。あれなんでなん？わかんない。なんでだろう、超うまそうなんですよ。めちゃくちゃでかいのに全然平気なんですよ。とんかつあんなにつながってたらさ、ああ持たれるじゃん、見てるんだけど。まったく持たれん。なんで、ウキウキしちゃった。ウキウキしちゃった。めっちゃ嬉しい。キッチンカーの揚げ物ってもう見てるだけで、なんか、できるようになってくるから。カキフライ。あ、カキとかも。そっち系もな、ホタテ使ったサラダあるじゃないですか。おー、はいはい。あれすげえ好きなんだよな。サラダもなんか。サラダ、あそこじゃないと、サラダなんか自分で、サラダ見てワクワクするのってあんまりないやんか。いや、なんか、草じゃんって思うのに。そう、普段はね、はい、なんかスーパーでさ、なんか袋をいるの買ってさ、家でバーテンも草ってみたいになってくるけど、はい。ごぼうとかのサラダも超うまそうに見えてたの。綺麗に、もうなんかカップみたいなの入ってるもんな、今。はいはいはい。カップみたいなの入ってる。あれで。で、上にちょっとね、揚げた、それこそ、ごぼうがスライスしたいってなって、あと、カニとかも、ちばみたいなって。あそこの、たぶん同じ店のところに飲むか。あそこうまそうなんだよ。確かにサラダでテンション上がったデパ地下だけだね。デパ地下いいっすね、確かに。で、なんかちょっとデパ地下の生鮮食品を抜けて、はい、ちょっとコーヒーショップなんか行ってみたりしてね。ありますね。豆とかもあるんだよな。あとなんかちっちゃいお菓子、あの、パティシエみたいな。はい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 、あるあるある。本当チロチョコのお兄さんぐらいの大きさなのに、あ、もう1000円するかみたいな。めっちゃいい値段するんだよ。めっちゃいい値段するんだよ。なんであれ高いんやろな。期間限定の。あんま来ないから期間限定のお店が分かんないですよ、ね。たまにしかも、いつも来てるんだろ期間限定ってのもんだけどな。でも常連はいるんだろうね。いるんでしょうね。そのお土産とお持たせみたいな。しかもさ、デパ地下のレジというかさ、お会計するときって、一
ったらむしろ行くよ。行きます行きます。あれもなんかテンション上がるよ。分かんない、カード出したら奥行く、奥行く、スキーンと飛んでまあされても行くよ。出間近だし、ダメだよダメだよあれ、あの一回奥行くままもなんか楽しめちゃうね。会ってないでもやっぱ、あそう買いましたから、そう買いましたから出れやしな、店員さんもな。あ、出間近行きたいな。出間近行きたい、使います。もろめっちゃもいいやつ。いや、ほんとですよね。確かにな、なんで一回じゃないんだろう。やっぱ暑く電気が激しいから空気が空調じゃない。なるほどね。デパートなくなっても電話近づけなくなってほしいよな。絶対なくなってほしいです。チャンネル登録メンバーシップよろしくお願いします。よろしくお願いします。